こんにちは、新鮮農薬局鈴木です。今日はですね、学校や勉強が嫌いって、まあ子供さんが言っている ご家庭が、まあ多々あるのではないかと思いますけれども、それを真に受けてはいけませんよという話を、してみたいと思います。というのも、私のところに相談来るような状況の子供さんは、ほとんどのケースで、稀にいらっしゃいます。勉強、ちゃんとやってる子。多分 2% いないと思いますけれども、もう勉強嫌い、ゲームばっかりとかっていう、ケースがほとんどなんですが、そういうお子さんたちも、ちゃんと食事を改善して、栄養をとって、で、体の不調を治す。まあ、たったそんだけの当たり前の対処で、随分前向きになって、まあ、中学レベルだったら基本は、もう学年トップクラス、高校生でそれなりの高校に入っても、成績上位になってるっていう子がほとんどですので、まあ、騙されたと思って、もしこういうことをね、言っていたとしても、今日のお話を参考に最低限あることをやってみたらいかがでしょうかという提案です。そんな話をしてみたいと思います。まあ、改めて、宿題もやらない。勉強もしない。学校も行かない。行きたくない。で、ゲームばっかり。で、こういった問題に対して、なんで宿題やらないの？なんで勉強しないの？なんで学校行かないの？みたいなことを、子供に聞いて、で、子供が学校が嫌いって言いました。勉強が嫌いって言ってます。まあ、そう本人が言ってますって、真顔でおっしゃる方がいらっしゃるんですけれど、まあ、真顔でおっしゃる方がほとんどなんですけれども、子供ってね、言ってることが、本当だと、まあ、特に調子が悪くなってる状態、何らかの問題を抱えてる時の状態にいて、子供さんに何か質問した時には、子供に防衛本能が働くので、その防衛本能に基づいた返事が返ってくるんですね。これ、脳科学で考えても、まあ、具体的に、なんでそんな返事が返ってくるのかっていうのは、まあ、説明できるんですが、まあ、今回の動画ではそれを説明、そこは端折りますけれども、まあ、そのうちというか、近々に、その動画は撮るつもりですが、まあ、脳の、防衛本能の仕組みとして、勘違いしたままこういうふうに喋ってしまうんですよ。これ勘違いなんです。本人も勘違いって分かってないんです。うん、でも、間違いなく勘違いで、私はそれはもう、本当、何百人どころじゃない、子供さんたちで確認してきてますので、ちょっとその話を信じていただいて、まあ、信じなくていいですね。で、ちょっと例え話変えますね。例えば、誰もが過去に、悲しかったこととか、辛かったこと、苦しかったこと、まあ、あとは腹が立ったこととか、ね、こんな嫌な経験は誰でもしていると思います。で、お父さんお母さん方、まあ、でも、大人の方だったらほぼ、こういう経験してるはずなんですけど、子供でもしてますからね。その経験をですね、今の、ご覧になっている皆さんが、その経験をあのせいでって思っているのか、あのおかげでって思っているのか、大きく捉え方としては、この二つのはずなんですよ。どちらかのはず。で、ここでこ、申し上げたいとのは、あのせいでって思っている方は、現在の調子が悪いだけの話なんです。で、逆に、あのおかげでって思っている人は、現在の調子がいいと。で、こちらですよね。あのせいでって思っている、現在の調子が悪い人。これと、この勉強をやんない、宿題もやんない、学校も行かない、ゲームばっかり、これを同じベクトルで考えてほしいんです。まあ、一言で言えば、調子悪いっていうのは、っていうことになるんですけど、調子が悪いということを、もうちょっと、ちゃんと言うと、人間の脳がしっかり働いてないんだよってことなんです。前にこれ、他の動画でも、紹介してますけれども、脳の三層構造仮説っていうのがありまして、ポール・マクリーンさんという方が提唱したんですけれども、立てた仮説なんですが、まあ、脳っていうのは、爬虫類の脳ですよね。これは反応とか生きるための脳。で、その爬虫類の脳、ここは無表情ですよね。そこに、哺乳類の脳ですよね。が追加された。で、これ感情ですよね。で、犬なんか尻尾振って喜んでくれますよね。まあそういう感情の脳。さらにその上に
人間の脳、これは知性とか理性の脳ですよね。で、これが追加されたと。で、この人間の脳がしっかり働いていない、ここがしっかり働いていないから、状態が、感情に流されてしまう状態で、ここに流されてしまう状態で、脳がしっかり働いていない状態だよっていうことを、申し上げたいんですけどね。で、要は、脳っていうのは、この、エネルギー状態が、エネルギーが十分でないと、ここまで働かないんですよ。人間の脳まで。で、例えば、そのことが一番わかりやすいのが、皆さんも何かやってるときに、風でドアがバターンって閉まって、閉まることあるじゃないですか。で、そんな時に何が起きてるのかって言ったら、大きな音がしたら、もう身がすくみますよね。で、その身がすくむっていうのは、爬虫類の脳が反応したからなんです。爬虫類の脳が興奮してしまったもんだから、瞬時に身がすくむわけですよね。で、この時、誰もが、思考停止になります。で、これは人間の脳が、爬虫類の脳が強く働いた時には、人間の脳が働かなくなるっていうことを意味するんですね。で、話をまた、例えを変えると、お腹が空いた状態っていうのはどういうことなのかって言ったら、単純に血糖値が下がったってことなんですよね。で、血糖値がっていうのは、ブドウ糖というのがエネルギー源の一つですから、それが足りなくなれば、エネルギー状態が悪くなりますよね。当然、悪くなると。悪くなった状態っていうのは、まあ、エネルギー不足が起きるわけですよね。原料が足りないわけですから。で、その時に当然のことなんですけれども、爬虫類脳と動物脳が興奮するんです。爬虫類脳は、生きるための脳ですから、エネルギーが足りないって言ったら、強く働き始めます。で、その時に感情の脳を、強くし、また刺激、興奮させるんですよね。だから、飢えた獣っていうのは、獰猛になってる。まあ、そんなイメージ、わかりますよね。そういうことになるわけです。で、その時に当然のことなんですけれども、人間の脳の働きが悪くなるので、理性的働きが低下する。だから、お腹空いてる時、まだご飯できねえのかよとかって言ってイライラして、なんていうかね、理性的な言動ができなくなる。っていうことが起きます。で、脳のエネルギーが不足すると、今の話でわかると思うんですが、脳のエネルギーが不足すると、知的理性的な働きが低下するってことになるんですね。で、それが感情に流されるということにつながります。で、この冒頭の勉強したくないとかそういう類のことも、結局は、自分の、感情に流されている言葉を、思いつきで、まあ、自分の身を守るために言っているだけの話。で、この感情に流された状態だからこそ、例えば過去の嫌なことに対して未だに引きずってあのせいでっていう状態なんですよ。今の調子がいいと、なんですか、過去を、なんていうか、過去を、まあ、心理学的な、言い方をすると過去の傷を消化するとか、なんかね、もうさ、心理カウンセラーとして活動はしてないので、半分ね、ちょっと、バカにしちゃってるところがあるもんですから。まあ、とにかく感情に流されている状態な、だと、冒頭のような話にもなりますし、過去の嫌な、経験ですよね。ことからに、いつまでも、なんか、浸ってしまうような状況になります。まあ、まとめとしては、こういう、勉強もやらない、学校にも行かない、ゲームばかりっていうことは、脳の働きが悪くなっただけなんですよってことです。で、適切な、栄養摂取と食生活の改善、体調不良の改善、もうこれが誰もが、当たり前のことって分かってることですよね、こんなこと。体の不調が悪いまんまの方がいいっていう人はいないじゃないですか。ね。で、もういつも言ってますけど、カップラーメンとかコンビニの弁当で栄養取れてるって思いますかって聞かれれば、全員取れてませんねって答えるじゃないですか。ね。それが、皆さんは一過性のことなのか、だって思うのかもしれないですけど、今この瞬間、たった1秒ぐらいの間だけでも、何百万という私たちの体の細胞って新しいのに作り変えられてるわけですよ。そしたら、その時にカップラーメン食べてたら、その時の栄養足りないじゃないですか。
で、特にビタミン系ですよね。ビタミン、C とかビタミン B とかっていうのは水溶性のビタミンなんで、体の中に蓄え効かないわけですよね。で、カップラーメン食べてビタミン B 群とか、C とかそういうのがちゃんと取れますかって言ったら取れないじゃないですか。そしたら出来上がってくる細胞っていうのがそういうものになるわけですよ。うん。逆に、こういうね、当たり前のことをちゃんと続けてもらえば、脳がちゃんと働けるようになって、誰もが明るく前向きになります。で、いつの間にか、成績上がっちゃうんです。だから、ちょうど昨日も、あるね、妹さんの方で、妹さんがちょっと具合悪くなったって話してたんですけど、久しぶりにお姉ちゃんの話になったら、お姉ちゃんも本当に、ちゃんと、やらなかったんで、時間はかかったんだけど、今は学年でトップクラスですって、まあ、高校生、優秀な高校行った子ですけどね。まあそういうお話をしてくれて、学校の勉強もそうなんだけれども、それ以外に、高校生のうちに英語ぐらいちゃんと喋れるようにしとかなきゃって言って、自分で一生懸命英語とかもやってるんですよっていうお話いただいたんですよね。で、勉強ばっかになっちゃったのとかって言ったら、いやもう部活ももうすごく一生懸命頑張って楽しんでますよっていう話もいただけました。まあ、私の話っていうのは本当、なんていうんですかね、ここまで、なんていうのかな、実務レベルで、一人一人にこういうことやってこういうことやってうまくいかなかったらこういうふうにやってってことをやってきた人間とはおそらく僕以外にそうはいないと思うので、でそのいない状態の人間いない私がそういう人間が言っても、おそらく皆さんの食生活をまあご飯食べてるわけなんで、それがそこまでの影響が出るんだってことに、多分信じられないんだと思うんですよ、短すぎることなので。でもね、10日間家族全員で試していただければ、家族の中の1人2人は必ず何かが起きます。この何かっていうのをちゃんと観察できるかどうかっていうのは皆さんのまた能力なんですけどね、脳の働きが悪ければ、家族が変わったの気づきませんから。まあでも幸いのことに、食生活っていうのは基本は家族全員で変わることになるので、まあでもね、今小学校中学校なんてね、給食がろくなもんではないのでね、なかなか難しいですけれども、まあ私のお客様の一部はもう小学校中学校給食断って、ベトボって言ってますけどね、やっぱり改善のペースが全然違いますよね。まあ本当、とても短すぎる問題なのでピンとこないかもしれないですけど、10日間食生活の改善だけでもしてみてください。おそらく、お母さん、あなたが一番最初に変わるはずです。騙されたと思って、だから足むくむく人とか疲れやすくていつもなんかした後どっこいしょしたくなる人、休みたくなる人、それとか、メニュー食事のメニュー考えるとか作るのが面倒な人、そういうお母さんだったら、ぜひ、一度試すことをお勧めします。まあ、そうだな。2週間頑張れば、変わります。楽しみに、試してみてください。それでは、今日の話は以上です。ありがとうございました。